兄者たちがいない隙にこの火器をかっぱらうつもりかよ。二つムカつくぜ。一つはおめえを迎え入れた兄者を裏切ったこと、そしてもう一つはこの縁妃と張妃一人が相手なら勝てると思いやがったことだぜ。酔って鈍るとは雑魚以下だな。なんだとてめえ。長妃様、今は引きましょう。ふざけんな、俺はまだ戦える。やろう、野郎覚えとけよ。これでこの火器は俺のものだ。